原告の一人、天草市倉岳町で生まれた中村房代さん69歳は、幼い頃から地元の海産物を食べて育ちました。ミナとかアサリとか、はい。真珠養殖の会社に勤めていた中村さん。25歳の頃、手のしびれや震えなどの症状が出て、真珠の核を入れるなど細かい作業に影響が出ました。道具を使いがうまくいかなかったですね。先輩の人に迷惑かけたり、上司の人に迷惑かけたりしました。2009年に成立した特別措置法では、対象地域や生まれた年で線引きされ、倉岳町は対象外に。中村さんは非該当とされました。該当地域の人と同じ不知火海の魚を食べ、数百メートルの違いで非該当となったことに憤っています。線なんか中ですよね。線で行けて言われても、本当責任取ってもらいたいですけど、本当もう体返してもらいたい気持ちがあります。去年9月、大阪地裁が特措法の対象外の地域でも、不知火海の魚を継続的に食べることで水銀を摂取したとし、128人の原告全員を水俣病と認めました。藤下節子さん66歳は、姉が大阪の裁判で水俣病と認められました。姉もあんたも頑張りなさいって言ってくれましたけど。天草市川浦町で生まれ育った藤下さんは7人兄弟で、特措法では一緒に暮らしていた漁師の兄2人は該当でしたが、藤下さんや姉は非該当とされました。同じ食生活だったのに判断が分かれたことに不信感を抱いています。実際に食べてるのにどうしてその食べてないって言えるのか、でそれが不思議です。今月16日、原告や支援者たちが開いた決起集会で、原告団長の森正直さんは、この10年で亡くなった246人の原告への思いを語りました。もう動けないからみんなのことを頼むと、涙ながらに訴えた人、あと1回でいいから裁判所に行きたい、本願してくれました。亡くなった原告の思いとともに判決の日を迎えます。